では今日も音読です。ここから行きましょう。one, two, three. 桜 cherry blossom. 梅 plum blossom. あるいは Japanese, apricot blossom. チューリップ tulip. タンポポ ダンデライアン、ツツジ、アザリアパ、パンジー、パンジー、スミレ、バイオレット、花水木、フラワリングダーグウッド、マリーゴールド、マリーゴールド、コチョーラン。 Phalaenopsis orchid, ayame, iris, Suzuran, Lily of the Valley, Lang orchid, Wasurenagusa, Forget Me Not, Carnation, Carnation. えっとこれ何ていうんだっけ「ハイドレンジャー」は <laughs> えっとねえっと6月なんかにあのほら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 わ <laughs> かるでしょあれだよあれ秩父 <laughs> じゃなくて <laughs> えーっ,とっとうんと出てこないなこういうことってあるよね <laughs> あれえっといろいろ英語やってたら <laughs> 日本語が出てこなくなっちゃった <laughs> ハイドレンジャーでしょ水いっぱいあるからね。だからこれ紫だったりピンクだったり綺麗だよね。えー、っと、梅雨時に夏に咲くやつあれなんだあ出てこない。アジサイだ。アジサイ、ハイドレンジャー、ひまわり、サンフラワー、ラベンダー、ラベンダー。 朝顔、morning glory、えー。これコスモスだよね。英語ではコーズになりますね。o s モズ、s ス o ズですね。